目白自動車小野でございます。目白自動車と言いましても、今日は USS 札幌会場オートオークションでございます。開催日じゃないから撮影してもいいっすよね。なんかあるみたいですけど、今回はですね、RX だけ出品はちょっとやめて他の車出しに来ました。かぶりですよ、20型だそうですよ。もうこんな極上、もうお見にかかることはできないんじゃないかというような極上ぶりで、まあもう札幌に来たらそういうオーナーさんなんかいるんでしょってみんな思ってるんですけど、そうなんですよ、いるんですよね。もう数、日本中の多くの方が目白自動車札幌支店ができたんじゃないか事件の時の、あの時のオーナー様がですね、また秘蔵っ子を出してまいりました。今回のは4万キロ台、4万キロ台 FF ですね。 FF ルミエールですね。ルミエール聞いたことないです。もう全然勉強してるんです。あの下だけですよ、下だけで、ね、これが札幌組で、札幌組です。あ、これ鶴ちゃんです。これ鶴ちゃんです。鶴ちゃんは何これ、ベイシティローラーズかなんか好きなのかな、これ。おじさんたちが好きなギンガムチェック、これ ねサタデーナイト歌おうか俺が。このまだなんですか、トヨタの車はあえてこのカローラ愛知で販売されたやつを乗ってるというですね。まあ乗ってるというか乗ってないでしょうけどね、4万キロ持ってる楽しみですよね。とは言ったってちゃんとあのエンジンかけて、ちゃんとあのシャッター付きのねガレージ保管ですから、雪道なんかもうほぼ走ってない。今日がね、今日がまあちょっとエンカルないですか。もうないです、エンカルなし。なので札幌で出したといっても全然、もう雪の時に走る用事の車は別でもう持ってるわけですよ。という面白いオーナー様のですね、素晴らしいお車、今回ねオークション会場で買った業者さん、もしこれ見てたら消せって言ってください。あの消しますんで、はい。なんだ、目白自動車から買ったやつなんて売りたくねえよなんてね、いや、でも本当その通りだと思いますから。そうかね、あの買おうとするお客さんが見つけるんですよね。この車なんか目白自動車出てたやつですかとか、そういうのあるんで、輸出の業者さんだったらいいと思うんですけど、いやー、また体小さい方乗られてたんですかね。乗り方も良かったのか。いいですね、綺麗ですよ。当時の安キャバレーナイトですね。安キャバレーナイト、これなんか街をイメージしてるんですかね。ビル群、ビル群をイメージした柄なんでしょうかね、これね。都会に生きるカムリみたいな、なんすかね。あれですよね、株価のあの棒ぐらいないですよね。ないですよね。42,414キロ、また純正デッキがピッカピカですよ、これ。なんすかこれ、なんでこんなにゴミとかなんかカスとか全然ないんですかこれ。綺麗だなぁ。いやぁ、綺麗だ。うわぁ。天張りもこの色なんですね。で、ついでに車検もちゃんと取られてて、6年8月31日まであるという。エンジンかけてみましょうか。すぐかかる。あ、音楽かぶると消されちゃうことありますからね。 ありがとうございます。なんかここにこれついてるって設計で、なんか今の車ない。ここなの、俺たち。なかなか整備しやすそうですよね。これなら僕も交換できるかなっていう場所にありますが。安定してますね。全然ブルブルしてない。ね、SV21 型という型式だそうで、初めて見まして。なんともあれですけど、高く売れることを祈って業者オークションで勝負させていただこうと思います。
業者の皆様、活発な応札をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。目白自動車でした。